2021年8月8日です。こちらですね、福岡県の田川市に来ています。引っ越しのね、ちょっと手伝いに八女市からちょっと来てるんですけども、いつもですね、いつもは田川に来るとね、ここのね、名前が出ません。あれ、ちょっと白くなっちゃって、なんかね、もやっちゃってますね。スマホのカメラがちょっとね、結露してるのかもわかんないですね。ちょっと曇ってますね。彦山川のですね、ところにトライアルがあるんですけどね、国道201号線沿いですね、沿いというか、まあ近くですね、のトライアルの対岸のね、この彦山川の河川敷にね、降りてね、車中泊することが多いんですね、田川に来ると。ただこの時期ね、8月の夏ですね、もうね、ここはね、彦山川のね、この河川敷はね、もうめちゃめちゃ暑いですね。もうムーンとするぐらい、あの、湿度があるような感じで、もうここはね、ちょっと諦めました。で、草もね、めちゃめちゃ、あの、人の高さぐらいあるようなね、もううっそうとしちゃってますね。もう、あの、春とは大違いっていう感じですね。でですね、トライアルもね、本当は近くてよかったんですが、で今はですね、こちらですね、トライアルの他にね、あの、サンリブっていうのがあるんですよ。サンリブ田川、ここはね、24時間はやってないんですけども、朝の10時から夜の8時まででね、短いんですけどね。ただここのいいところは、サンリブのいいところは、まずね、あの、お惣菜とかのお弁当、あの、これね、美味しいですね。で、やっぱり6時ぐらいからね、ちょっと、あの、割引になるような感じで、で、もう8時近くになると、もうほぼほぼ売り切れちゃいますね、お弁当、お惣菜がね。なので、あれですね、もう7時前ぐらいにはね、ちょっと買った方がいい感じがします。で、ここのね、サンリブから近いところとか思ってね、あの、探しましたら、このですね、中源寺川っていうんでしょうかね、ここのですね、今ここにいますね、中源寺川、もう線路に近いところですね。平成筑豊電鉄伊東田線っていうね、あの、電車がここに、ね、通ってるんですけども、この近いところに、ちょっと河川敷に入れる感じにね、あの、なってるような感じのところが、あの、あったんですね。で、今ここにね、ここに、今ここにね、泊まってます。で、河川敷に、ね、入れれば本当はね、いいんですけど、残念ながらね、河川敷にはね、こんな感じで、入れません。残念ながら入れませんでした。ただ入れませんけど、ここにね、車がちょっとね、泊まれるぐらいの、ね、スペースはちょっとあったので、ギリギリトレーラー引っ張ってて、ギリギリ入れるぐらいの、あれですね、長さですね。今日はね、トレーラー引っ張ってないのでね、こんな感じですか。トレーラー引っ張ってギリギリのスペースのところですね。ちょうどね、ここの堀のところです。堀のちょっと蓋してあるみたいなね、感じのところですね。ここですね、あの、
この中元寺川でしょうかね、ここに席がねちょっと設けてありますね。でここの建物はね、その管理している建物、管理所って書いてありますね。でここ道があるんですけど、ここにはね入れないような形にはね、ここもねちょっと鎖でね入れないようになったんですけど、で向こうの方は土手の方からね来れるような感じもね、ちょっとね入れるような感じになってたんですけどね、でもやっぱりここまでは来れないですね。ちょっとねもうガードレールでね引いちゃってありますよね。ただ昨日夜ね、なんか1台の車来たんですよ。どっから来たのかなと思ったら、こっちから来たんですね。ここね、ちょっとね、空いてるんですけどね。こっちから来たんですね、川の向こうからね。席の上通ってね。ここで中禅寺川もですね、まあ、雨も降ってるっていうこともあると思うんですけども、透明度ゼロですね、川の透明度ゼロ。あの彦山川もね、もう川の透明度はもうゼロっていう感じですけどね、この辺りはもうそんな感じの川でしょうね。ただここのね、中禅寺川もね、多分魚はね、たくさんいるんだと思いますね、鯉とかね。この辺りの川って、でっかい鯉がね、いたりするんですよ。もうね、50センチ級のね、あの鯉はね、うじゃうじゃいるみたいですよ。彦山川もね、50センチ級の鯉がね、たくさんいるらしいですよ。なんでね、ちょっとね、特段、おー、いいっていうようなね、川じゃない、ないんですけど、まあ一応ね、田川に来た時にはね、三里部、まあここまでね、近いので、まあ、車中ポイントね、先ほどのところはね、いいかと思いますね。あとね、川のね、この反対側からね、入ってきてね、こちらのあのね、管理事務所のね、ちょっとね、先へね、突き当たりになってますけど、もうそのあたりにね、入ってきて、まあ、車中泊も、まあ、いいかな、みたいな思いますね。まあ、普通の人はね、ここに車中泊はしないと思いますけど、なぜかというとね、このね、ちょっと先に国道201号線がありますけども、ここからね、2キロぐらいね、行ったところに、まあ、2キロぐらい、方角的には、多摩市の方に向かう感じね、屋根の方にね、向かう感じの方角に、ちょっと走るとトンネルがあるんですよね。でそのトンネルの手前の、まあ、こちら側から行くとですね、右側に道の駅井戸田っていうね、のがありますのでね、まあ、そちらにねちょっと行って、ね、もういいかとは思うんですね。まあ、トイレもありますからね、道の駅ですから。まあただね、まあ、そこよりもこっちの方が往復するとね、ちょっと3キロほどね、ちょっと近かったので、こっちに来ちゃいました。なるべくね、走らないっていうのがね、ちょっと一つね、思ってるけど、燃費がね、悪いのでね。はい、それではね、こちらですね、
中禅寺川でよかったかな。中禅寺川のね、まあ、土手にはちょっと入れませんでしたけど、ちょっと空いてるスペースで、ちょっとね、泊まらせていただきました。ポチッとな。